はい、おはようございます。今週も1週間が始まりました。今日はね、ミーティングデーです。ちょっとこの後、今から、何件かちょっとオンラインのミーティングがあります。サポーターズシートとか、TikTok とか YouTube ですね、SNS マーケティング的なところに詳しい人と話したり、まあ、あとはシンプルに連絡もらったりとか、まあ、今日1日オフなんでちょっとそういう日です。行ってきます。今週も1週間よろしくお願いします。そんな感じでお願いします。はい、思います。ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、失礼します。どれを食えばいいんだ俺は。なんかね、緑黄色野菜をもっとたくさん食べてくださいって栄養士に言われて、でもなんか小松菜とかないねんな。日本食スーパーいいかな、わからんねー。きつい。誰か料理作って。きつい。待って、ナッツってこんな高いん？エグするやん。9ユーロよこれ。1500円。揚げ物いろいろありすぎてわからん。めちゃくちゃうまそう。はい、一旦買い物完了。帰ります。はい、一旦家帰ってね、ご飯食ってました。今17時ぐらいです。今日はちょっとね、久しぶりに時間あるんで、適当にちょっと街をブラッと買い物でも行こうかなと思っております。行ってきます。というか買い物に行ってる途中です今。はい、行ってきます。はい、ブラーっとしております。まだまだ行きます。冬物出すのかな。はい、一回家帰りました。ジム行きます。コワーキングでちょっと作業してサウナにいても入りに行きます。行ってきます。はい、お疲れ様です。家帰ります。今日も一日お疲れ様でした。何言ってんねんって話だけど、お疲れでした。家帰ります。はい、家帰ってきました。今ね、日報を書いてます。今日の日報はね、まあ、今日3つのミーティングを行って、まあ、それぞれ学んだことをシェアしてます。まあ、今日はね、結構学び多くて、いい一日でした。まあ、こういう感じで動画に出してるのは半分ぐらいかな。意外とオンラインでミーティングしてたりします。まあ、それはサポーターズシートに入ってほしいっていうので自分からアポイント取ってるのもあるし、まあ、何かとなんか誰かに紹介してもらってとかっていう感じですね。まあ、僕は今あくまでも目標はやっぱサッカー選手になることなので、まあそこに対して基本的には動いてます。まあ、ただ たまにね そこにあんまりそぐわなくても、まあなんか何気ない1時間を過ごすぐらいやったら、こう自分の知らない分野で戦ってる人たちと1時間話しても、まあ、なんか発見あるんじゃないかなっていうので、たまにそういうので話す時もあります。今日はなんか比較的、まあ、発信のこととか、まあ、サポーターシートの人もそうですし、まあ、X で連絡もらった人とかなんで、まあ、割とサッカーとかその目標に対しての感じだったんですけど、まあ、そういう感じで最近はやってますね。はい、なんでまあなんかこういうのがありますとか、まあ、何かあったらぜひぜひ連絡ください。はい、そんな感じかな。まあなんか今日はほんまに YouTube とかその TikTok とかはね、ちょっとしたその情報とか、まあ、テクニック的なところも学んだんで、やっぱもっともっとやれることたくさんあるなと思いましたし、まあ、せっかくやるなら多分いろんな人に見られた方がいいと思ってて、まあ、僕の中でね、やっぱり、こういうことはしないとか、例えばなんかそこら辺のチャランポランダなんか TikToker さんみたいにはなりたくないなって思いながらとか、 TikToker とかのインフルエンサーみたいになりたくない、サッカー系 YouTuber になりたくないって思いはあるんですけど、まあ、なんかそこら辺は
自分のプライドと、まあ、なりたい像と照らし合わせながら毎日やっています。そんな感じですね、はい、皆さんぜひね、少しでも興味がありましたらサポーターズシートご参加ください。僕はもっともっと本当に頑張りますんで、今40人ぐらいかな、本当にありがたいし、それのおかげでね、バイトもかなり少ない時間で生活、かなり少ない時間で今生活できてるという感じです。まあサッカーでもっともっと上に行って、まあその姿をどんどん発信していって、こう誰かのきっかけ選択肢になれればいいなと思うし、まあ人よりかはね、こういろんな好奇心旺盛な性格やと思ってて、まあいろんなところに足を運んだりとか、まあいろんな話を聞いたりするんで、でまあそういうのをね、この動画でアウトプットしていけたらいいなとも思ってるんで、まあ僕が成長する、そうやってサッカーで上に行く、発信で上に行くことが少なからずこう見ていただいている方にもメリットあるんじゃないかなとは思います。なんかその利益をね、一人で独り占めするとかそんなつもりは一切ないし、お金を自分の財布に溜め込むとかね、そんなつもりも基本的に一切なくね、どん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 新しいことにとか上進化していくために進んでいくんで、まあ、ぜひ少しでも興味あったらサポーターズシート、僕の個人スポンサーになっていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じです。またダラ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 話したな。もう夜遅いんで、まあ、夜遅い、今から飯食って寝ます。お疲れ様でした。はい、おはようございます。今ね、お昼過ぎです。午前中は仕事行ってて、帰ってきてご飯食べて、今日は今から散髪行きます。行ってきます。そうなんですか。なんか吐いちゃって。はい、散髪終了、家帰ります。いつもね、散髪の時はカットの人がサッカー選手とかも担当してる人なんで、非常に楽しい時間です。いろんな話を聞いて情報収集してます、はい、そういうこちらで活躍する日本人選手がね、どういう生活をしてるんだとか、いろいろ聞いて、真似できるとこは真似すると。やっぱね、成功してる人を真似するのが一番ですから。いい時間です。家帰ります。はい、練習行きます。いい街だ。街並みが綺麗、非常になんか落ち着いた平和な高貴な街ですね。いつも思うけど、ここ歩いてきてそんな感じです。行ってきます。眩しい。マイスの怖いよ。はい、家の近く帰ってきました。日報を書いて、サポーターズシートの日報を書いて、夜飯食って体のケアして寝ます。今日帰りね、地下鉄乗ってた時に日本人のママさんが2人3人ぐらいでなんか喋ってて、まあ、俺のこと多分気づかんかったんかな。なんか誰か愚痴をずっと言ってて、めちゃくちゃ生々しかったです、はい、なんかめっちゃリアルやなと思いながらずっと聞いてました。まあ、いろいろありますね。人間関係はいろいろ大変です、はい、そんな感じです。家帰ります。はい、おめでとうございます。眩しい。仕事行きます。行ってきます。はい、昼休みです。ジム行きます。アップね、今日ね、妥協するとこやったんですね、やっぱり。危ない危ない。このまま家おろっかななんて思ってましたが、なんかたまたま YouTube に高校生がめっちゃ筋トレしてるなんか映像が出てきて、筋トレとか、なんか教えてもらってるやつかな、なんかあかんあかんあかんと思って家出てきました。危ない危ない。準備できます。はい、お疲れ様です。バイト終了、家帰ります。このバイトは10月いっぱいで終わりそうです。まだちょっと正式確定じゃないんですけど、まあ、おそらくそうなります。まあ理由はいろいろ、なんかいろんなもの重なってるんでもう言いませんが、まあ、僕だけの問題でもないんでね、こういうのは言いませんが、いやー
まあ、何とも言えませんね。はい、まあまあサッカー選手になるっていうそこが一番なので、いやちょっと待って、なんか中途半端に言っても意味ないな、ほんまに。まあいいや、まあとりあえずすごい前向きです。はい、別になんか問題があったとかそんなんでも全くありません。すごいいい人たちばかりで応援してくれているんですが、まあいろいろあって10月祭りやります。はい、まあ、そんな大したことでもないっちゃないんだけどな。はい、まあサポーターズシートの人とかにはね多分ちょくちょく言ってると思うんで、まあ日報とか振り返ってもらえればわかるし、まあ今後も多分言っていくとは思います。はい、そんな感じです。まあって言ってもまだ2ヶ月あるんで、まあそんなあれなんですけど、まあビザもね切れちゃうしね、いろいろ動いていきたいとは思っております。そんな感じやな。いやー、外国人としてねやっぱ海外で生活するっていうのはいろいろ大変です。やっぱプロとしてねこうオファーをもらっていくっていうのとはまた全然違うので、普通の生活をしながらここで下から上に上がっていくっていうのはね非常に大変ですが非常に楽しい。常に考えることがある、やることがある、目指すところがある、これって意外と幸せなんだなと思っています、最近は。はい、そんな感じです。家帰ります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今お昼過ぎです。午前中の仕事が終わりました。今日はもうね午後練習なんで、この後一回家帰って、あとはなんか今日僕の知り合いの後輩の子がドイツに来てるそうなんで、その子とちょっと合流します。はい、合流して練習行ってって感じかな。今日も一日頑張りましょう。もう半日過ぎてるけど行ってきます。はい、練習終了しました。聖太郎オタメンディと一緒に帰ってます。登場していいんですか？いいよ別に。はじめまして、水木くんのフォロワーの皆さん、はじめまして、聖太郎オタメンディと言います。イギリス留学を主に発信してて、ちょっと今回は水木くんにありがたく、はい、お世話になってます。がめつく訴求してきたんでカットします。なんでやんの。カットします。スーパー寄って家帰ります。お疲れ様です。はい、おはようございます。今お昼過ぎ、午前中の出勤が終わりました。今日はもうこれで終了です。今日バリ涼しいです。22度ぐらいじゃない多分最高気温が。いいですね。まあ、まだドイツ完全に夏過ぎてはなくて、まあ、もうちょいまたちょっとしたら上がるらしいんですけど、非常に今日は過ごしやすいです。今から家帰って、今日は夕方練習です。なんかね、僕の家の近くであれ新しいカバン屋さんみたいなのがオープンしたんですね。で今日なんかレセプションパーティー的なやつ、レセプションパーティーの意味が合ってるか知らんけど、まあ、なんかオープニングパーティーみたいなやつをやっててですね、朝なんかパンみたいなやつもらって、まあ、僕も今ちょうどねカバン欲しいなーなんて思ってたりもするんで、ちらっと寄り道して家帰りたいと思います。行ってきます。マジで涼しいよ。はい、お疲れ様です。今18時ぐらいかな、今グラウンドに向かっております。家帰って、今日は動画編集者さんとちょこっとミーティングして、今から練習です。今週は明後日がリーグ戦なんで、まあいい準備をしたいと思います。全然関係ないんですが、1週間前ぐらいかな、ちょうどクリスチャン・ロナウドが YouTube を始めましたが、もうすでに今5000万人ぐらいかな、チャンネル登録者が。すごいね。まあなんかそれ見て改めて思ったのは、やっぱ一つのことというか、まあ何かのところでしっかり突き抜けることが大事だなと思っていて、まあ器用貧乏になって、まあいろいろ手広くやるのももちろんそれはそれで一つの強みやと思うんですけど、やっぱサッカーでねしっかり結果を残すことによって、そうやって YouTube を始めてもすぐに登録者が広がるし、まあサッカーでねお金を得れれば、そのお金を使えばいくらでも広告を回して認知を取ることもできるし、まあなんか改めてちゃんと自分のねこう軸を作って
やるのが大事だなとは思いました。なんでまあだからといって別に何かを変えるわけではないですけど、まあサッカーもっともっとやっぱ頑張っていきたいなと思ってます。でまあなおかつねその過程をね発信して、まあ何か価値を作っていけたらいいなと、まあ誰かにこうきっかけや選択肢になればいいなと思ってやってはいますが、まあ改めてこうサッカー頑張ろうと思ったというエピソードです。そんな感じで今から練習できます。はい、練習終了。デュッセル戻ってきました。寒いです、非常に寒いです。はい、今日めっちゃ体重かったね。なんでやろう、ちょっとなんかなんでかなって思うぐらい体が重かったです。それぐらいですね。はい、疲れました。家帰る前にまあスーパー寄って食材買って家帰ります。お疲れ様でした。はい、ここでサポーターズシートについて紹介させてください。僕は今ドイツや日本のトップリーグでプレーすることを目標にドイツ下部リーグでサッカーをしています。そしてその過程を YouTube やノート、各種 SNS で発信し続けることで、こう誰かのきっかけや選択肢になったり、こう挑戦が増える世の中に少しでも貢献したいなと思っています。でそこで、まあ、今一番の課題がお金の部分です。なので滝波優月のサポーターズシートという月額制オンラインサロンに参加して、僕の個人スポンサーとして挑戦に協力してほしいです。じゃあサポーターズシートに入ってどんなメリットがあるのっていう話なんですけど、まず僕が毎日メルマガを書いてます。ドイツサッカー、ドイツ生活、契約の裏側、発信の裏側、お金の話、まあ動画では言えないようなことが、まあ、日々ドイツの現場では起こっているので、そういったことを毎日1000から1500文字ぐらいのメルマガにしてお送りします。で他にも月に1回オンライン交流会をやっていて、まあ、1ヶ月間の活動報告であったり質問コーナー、あとは個人や経営者さんに特化した交流会もやっているので、まあ、実際にそこでは2件ほど話が進んでいたり、まあ、ビジネスとして新たな出会いが生まれる場所ともなっています。まあ、その他にもいくつか特典があったり、まあ、いくつかプランも分かれているので、まあ、そのあたりはあの概要欄の方から詳細をご覧いただきたいです。応援していただいたからには、僕からもこう日々の生活に何かきっかけや選択肢、刺激を与えれたらなと思っていますので、こうぜひこの動画を見て何か感じていただけた方は概要欄から詳細を見て参加していただきたいです。アマチュアからプロに上がるっていうのはもう限られた時間しかありません。残り限られた時間を最大限後悔のないよう使いたいので、ぜひ僕の挑戦に協力してください。一緒にぶち上げましょう。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今14時ぐらいですね、15時前かかな。午前中の出勤から帰ってきました。昼飯食います。今日めっちゃ暑いです。今日また20、まあ、最高気温26度ぐらいか、そんな暑くないか。で明日明後日がまた30度ぐらいいくのかな。ドイツもね、なんかなんやかんや暑い日が続いてますね。そんな感じです。飯食います。いただきます。午後の出勤行きます。雲一つない晴天、素晴らしい。ドイツは冬が長いし寒い期間が多いのでね、貴重です、なんやかんや言って。はい、バイト終了、家帰ります。8月も終了です。今日であっという間やった、やばい、ほんまに。9月中旬でドイツに来て1年になるので、いやーもうほんまにあっという間に時間過ぎてます最近は。はい、まああの月が終わるということはどういうことかというと、サポーターズシートの、月1報告会、オンラインの交流会があります。まあ、今週はちょっと1日があの日曜日なんで2日にやりますが、それも楽しみですね。はい、まあ、毎回毎回ね、こう1ヶ月間、まあ、動画に全て言えてないですけど、いろんなことが起きていて、まあ、できる限りリアルはお届けしてるんですけど、まあ、もちろんさすがに取り切れてないこともたくさんあって、まあ、そういうのを報告できる回なので非常に、楽しみですし、僕はその力を入れています。まあ、バイトもね、まあ、おそらく10月いっぱいで、まあ、終了するっぽいので、
ポイというか、まあ、多分終了するので、より一層このサポーターズシートっていうのは重要になってきます。まあ、本当に、まあ、毎日結構なね、まあ、こう参加している人が結構大人とか経営者の方多いんで、まあ、結構集中してメルマガ、まあ、日報を書いているし、まあ、41人かな現在時点で、こうそこそこコミュニティとしても大きくなってきてね。で、まあ、前々から言ってるけど、その横のつながりみたいなのは少し意識した運営にしてるんで、まあ、ここで何か生まれるっていうのは、まあ、なんか2件ぐらいかな具体的に、若い世代と経営者とかそっちの世代でつながったりしてるので、そういうのもどんどん広がっていくと思うので、まあ、もしね少しでもこう僕の挑戦を応援したいとか、こうドイツ生活、ドイツサッカー留学のことを知りたいとか、まあまあ、ワンチャンそういう何かビジネス的なつながりもあるかもしれない、まあ、そういうオンラインサロン個人スポンサーになっているので、ぜひ興味がある方は概要欄から詳細をご覧ください。まあ、ここが潤うことによって僕は本当にサッカーに集中できるし、まあ、発信とかもねどん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 人に任せたり、より質の高いアウトプットを出せます。で、まあ、そうやって成長、ステージサッカーとかね、いろんな、まあ、発信もそうかもしれないけど、こうステージが上がっていければ上がっていくほど見える世界っていうのは多分すごいこう学びになったり新しいものが多いと思ってて、で、まあ、そういうのもどん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 基本的にシェアしていこうと思うし、まあ、サポーターズシートであったりこの発信っていうのは今のところやめるつもりは一切ないので、僕がこういい思いいい世界を見れば、それは要は視聴者の皆さんであったりオンラインサロンに参加していただいている方々にこうアウトプットというか、まあ、シェアしていくこのいい循環がねこうできるかなとも思っています。なんで皆さん繰り返しになりますけど、ぜひ少しでも迷ってる方、もしちょっとでも入ろうかなと思ってる方があれば、初月無料なんでね、曲の1回入って抜けてもらうこともできますし、まあ、こうやってちょっとバイトが終了するっていう、ね、このタイミングで僕はぜひ入っていただけたら嬉しいと思っているので、もし悩んだ人がいたらちょっと検討してみてください。詳細を概要欄から見てみてください。そんな感じです。まあ、明日リーグ戦なんでね、家帰っていいもの食べて体のケアして密報を書いて休もうと思います。スーパー寄って家帰ります。お疲れ様でした。はい、密報完了。取れてるかこれ。お、いいねがついた、ありがとうございます。そんな感じで一喜一憂しながら毎日こうやってねリアクションくれるんで嬉しいんですわ。やりがいがあって、ノート自体にいいねつけてくれる人もいるしね。そんな感じです。はい。あとね、公式 LINE もちょくちょくこうやって日報一部送ってて、昨日もね、まあ、自分が住んでる街を紹介するっていう日報やったんですけど、それは公式 LINE に共有してます。これは、だから僕自身が今自分の公式 LINE 登録してるんで、僕の公式 LINE から来てます。はい。まあ、一応ね、これかな、こっちで。運営はしてるけど、そんな感じです。皆さんもし興味あったら公式 LINE も見てみてください。日報の一部とドイツサッカー留学ガイドラインかを作ったんで、それを公開しております。海外の日曜日はガラガラです。はい、おはようございます。リーグ戦いきます。今日はホームリーグ第3節ですね。行ってきます。昨日ちなみにトップチームは0-1で負けてました。リーグ戦、はい、トップチームの分も頑張りましょう。行ってきます。地下鉄ガラッガラ、マジで人おらん。今日は暑い、最高気温31度です。行ってきます。はい、お疲れ様です。リーグ戦終了しました。結果はめっちゃ疲れてます。結果は0-2、負けました。僕は右サイドバックでフル出場です。今日は右でしたね。いや疲れた、マジで疲れた。今日ね31度かな、もちろんフル出場で、いやそして負けて、
ちょっと待って、全然頭回ってないわ。何言ってるか全然今考えられてない。負けました、とりあえず、はい、3連敗かな。こんだけ試合に関わって3連敗するってもう人生初かな。連敗続くってきついですね。なんか今更やけど、なんか昔から連敗だけは絶対してはいけないみたいなのを、まあ、中学校時代からずっと言われてて、3連敗って結構きついですね、ほんまに。まあでもその内容を見たらね、まあ、最初と最後に1失点ずつしたんですけど、結構チャンスもあってもなんか決めれないし、まあ、もうどっちに転ぶかわからんゲーム、それを全部取りこぼしてるっていう感じなんで、いや頑張りましょう。継続継続、全然悪くないんやけどな、なんかうまくいってないっていう感じです。そういう時はずっとそうです。もうやり続けるしかないんでね、とりあえず休みます。まあ、頭回ってません。もう暑い、一番暑い時間でやったかな今日。はい、ということで多分これもなんか一生わけわからんこと僕話してると思うんで終わります。しかも多分今週これが最後かな。今週ほんまに、まあ、バイトっていうか、まあ仕事がまず終わる可能性がある、まだ決まってないけど、っていうところと、まあ、ビザも切れるし、まあ、それに伴い、まあ、その生活面でもね、いろいろちょっと動いていかないといけない、ってなった時にこうサポーターズシートっていうのはすごい大きくて、まあ、もう今すでにね、生活費の、まあ、ぶっちゃけた話 25% ぐらいかな、まあ、大体サポーターズシートで賄ってますが、これが本当にでかい。まあ、だからバイトもね、めちゃくちゃ入れないといけないわけじゃないんですよ。で、今月、先月ぐらいはね、本当にトントンぐらいの生活ができていて、まあ、それまではね、若干、臨時収入とか入ったりしてたんで、まあ、そういうところで、貯金があったから、そこでやったりとかしてますけど、まあ、これが生々しいリアルな挑戦で、まあ、そうそう。で、だから、それに伴ってね、いろいろ変わってくるんで、ぜひね、皆さん、もし、サポーターズシートとか、興味があれば、見てみてください。そんな感じです。いや、頑張りましょう。まあ、試合は、ずっと続くんで、毎週末は、試合があるんでね。まあ、試合に出れてるっていうとこは、こんだけ負けてても出れてるっていうのは、ある程度評価できると思うし、そうですね、頑張ります、はい、もっと自分に矢印向けて修正しないといけないというか、まあ、修正というか、まあ、伸ばさないといけないところはめちゃくちゃあるんで、やっぱトップチームに上がるって考えたら、もっともっと僕個人の、伸ばすところはたくさんあるんで、そこも意識して、まあ、常に常に上に上に目指してやっていきたいと思います。以上です。すいません。だらだら話しました。今週も一週間 YouTube をご覧いただきありがとうございました。ぜひ来週もご覧ください。頑張ります。気合入れてこ。あがんで。ほんま、こんなんやつあがんからな。頑張ります。以上です。家帰ります。お疲れ様でした。